クリエイター経済ユこの部屋はネット大好き3人がネットで稼ぐクリエイターやインフルエンサーの話題をやいやい語る部屋である。どうもかカガです。あるだよ。明石です。はいやってきました。毎週月曜著作権を深掘りしていくギリギリ著作権。今週は初音ミク。ああ。 どんどんどん。そう。いやーもう初音ミク、ネットで見ないっていう日はないぐらい人気だよね。そうですね。私も大好きです。そしてこの初音ミクをこれだけ普及たらしめたのには理由があって、今日はそれらを深掘りしていこうと思う。それじゃあタイトルコール、お願いしていいギリギリ、著作権。作権そんじゃあ行ってみよう。ハッシュタグ、クリエコ。 じゃあこちらの記事読んでもらえる2023年9月30日ビッグローブの記事です初音ミク、カゲローデイズ、オリジナル PV が投稿されたのは2011年9月30日そう初音ミク12周年なんだよね今日は初音ミクを深掘りしていくんだけども著作権やライセンスに関して、まあ、いろんなね多岐にわたる新しいことがあるので3つに絞って紹介していこうと思うまず初音ミク周りの用語解説 そして、初音ミクを普及たらしめたピアプロライセンス。そして、具体的なクリエイターの創作活動。この3つで進めていこうと思う。まず、初音ミクなんだけども、そう、この記事に書いてあるように、今年12周年なんだよね。そして、初音ミクのブレイクのきっかけともなった、カゲローデイズの PV。これが投稿されたのが2011年9月30日と。いやーもう10年以上も前なんだよね。では、 まず、初音ミク周りの用語を整理していこう。初音ミクというのは、クリプトンフューチャーメディアという会社が管理しているキャラクターの一人。クリプトン社が管理しているバーチャルシンガーは何人もいるんだけども、そのバーチャルシンガーをまとめた、まあ、ブランド名というのが、ピアプロキャラクターズ。そして、初音ミクのあの歌声を コンピューターで作っている、あの歌声を作っている会社がヤマハなんだよね。そしてヤマハが出しているボーカロイドという合成音声の歌うアプリ。それがボーカロイドなので整理をするとボーカロイドというアプリを使って初音ミクなどのキャラクターを歌わせることができる。そしてボーカロイドはヤマハという会社がプログラムを作っている。 そして、そのヤマハのボーカロイドというプログラムの上に乗っかる、歌わせる、キャラクターのデータとして、初音ミクを出しているのがクリプトンフューチャーメディアそしてクリプトンフューチャーメディアがそういったキャラクターをね、管理しているわけだけども、そのバーチャルシンガーのブランド、それがピアプロキャラクターズだから初音ミクはヤマハのボーカロイドというプログラムを使って歌う、所属は クリプトンフューチャーメディアのピアプロキャラクターズというブランドに所属しているということになる。なので、初音ミクの二次創作を行う場合には、基本的にこのピアプロキャラクターズ、クリプトン社のライセンスに注意する必要がある。ヤマハのボーカロイドというアプリに関しては、実は初音ミクやそのキャラクターの名前を表に出さないで、単なる楽器として何か楽曲の一部に声を 入れるとかそういう使い方をする分には実は著作権表記とかなく普通の楽器として使えるんだよねだからボーカロイドというプログラムの上で喋るキャラクターは初音ミク以外にも実はいっぱいいるんだよねなので実は初音ミクの前にももうキャラクターが何人も出てるんだよねメイコカイト といったキャラクターが実は一番早いところだ、と2004年にもう出てるんだだよねただ初音ミクはキャラクターボーカルシリーズということで、2007年に、こう、本当にしっかりキャラクターをフューチャーしたプロダクトとして出てきて、まあ、その第一弾と、そしてさらにそのイラストを描いた K さんのクオリティも相まって、まあ、一大ブレイクしたということなんだよね。 基本的にはそのキャラクターを管理している会社のライセンス、利用規約などを注意すれば OK と。ピアプロキャラクターズが管理しているキャラクターの利用規約、いわゆるピアプロライセンスについて見ていこう。ピアプロライセンスを読み解く前に、まず基本事項として確認したいことがある。著作権というのは、基本的には権利はすべて創作者、クリエイターの側にある なので、誰かが、第三者が、そのキャラクターや著作物を使うときには、基本的に全部許可を取る。つまり、無断で使っちゃダメ。というのが基本なんだよね。著作物というのは、基本本人以外は全部アウトなのよ。もうこれが大前提。いろいろなライセンスごとに、これは OK、これは OK っていう、基本 NG なんだけど、一部こういう利用範囲においては認めるっていうふうに、認めるものをどんどん追加していく、 認めていくものをどんどん追加していくっていう考え方。これがまず大前提。基本全部 NG だけど、許可を取らずに、ここまでの範囲なら OK よっていうふうに、その範囲を広く取るか狭く取るか、本当に一切ダメにするかっていうのがもう基本の考え方。だけども、このピアプロライセンス、初のミークが出てきた時に、その中間ぐらい要は、かなり権利は認めるけども、範囲はこのぐらいね、という 許可を取らずに使っていい範囲は、まあ一応このぐらいは OK にするよという、その中間ぐらいの幅の広さを具体的に明文化してくれたのが、このピアプロライセンスで、まあ画期的な時代を先取りしたライセンス戦略として注目されたんだよね。そう。なので、初音ミックも基本は全部 NG なのよ。まずスタートはそこ。全部 NG。だけども、許可を取らずに使用していいっていう範囲が通常の キャラクターや芸能人さんよりは緩いっていうことだね。なので、ピアプロライセンスの公式ページにはイラスト入りでものすごくわかりやすくその権利の範囲が書かれているので、もうこれは本当に必読。ピアプロライセンスについてものすごく詳しく、そして丁寧に、そして具体的に書かれているノートのクリエイターさんがいるので紹介する日和さん。 この方ね、めっちゃ詳しい。検索すると大抵出てくる。ただ、ノートのフォロワー61フォロワーとか、これね、ほんと、みんなバンバンフォローして。<laughs> うん。いやー、ものすごいね、役立つ情報書いてあって、しかも具体的で、しかも、なんだろ、う、そのピアプロライセンスの歴史的なものまで言及されていて、ほんと詳しい。だから、いいねはむちゃくちゃついてるんだよね。そう。なので、えー、ぜひみんなフォローしよう。というあたりを必ずチェック。 しして欲しいでは、ピアプロライセンスを見ていこう。基本的には、二次創作について言及している。要は、公式が初音ミクのイラストとか掲載してるじゃん。要は、公式のイラストをそのまま使うっていうのは、当然これ、認めていない。二次創作に関する、まあ、ライセンス許諾というところを抑えよう。だから、初音ミクの公式サイトの初音ミクのイラストをキャプチャーして、なんか自分の、 サムネイルとかアイコンに使っちゃうっていうのは、これはもうダメ。二次創作といって、初音ミクを、まあ自分のイラスト、自分がイラストを描いて楽しむという二次創作活動について基本的には言及している。そこは忘れないようにしよう。で、認められているもの。例えば自分のブログで挿絵を描く。その時に初音ミクのイラストを自分でね、ちゃんと描いて掲載すると。これ OK。ただし、冷えや,やり、個人サイト限定です。それから、 無償展示や無償配布、いわゆる同人イベント、対面販売を基本とした同人誌の販売や自分で作ったフィギュアの販売とか、そういうのは無償配布は OK。これも個人限定です。それからコスプレイベント、自分でコスプレの初音ミクの衣装を作って、初音ミクに扮してコスプレイベントに参加する、これも OK。一方で、 初音ミクのそのライセンス商品でない初音ミクの衣装を着てコスプレイベントに参加するのは多分ねグレーというか NG よりなグレーな気はする。うん。無許可で販売しているコスプレ衣装とかは買わないようにしたいわね。ライセンス商品であればもちろん問題ない。うん。で、二次創作のそういったネット上での発表や無償配布などについては PCL クレジットを表記すると。 当社キャラクターの二次創作物を公表するときは PCL 第3条第3項に基づき二次創作あるいはその説明文に許諾の旨 PCL の所在を示す URL キャラクターの名称当社名称を表示するよう努めてくださいということでもう具体的にねこれをコピーしてコピーペーストしてくださいっていうひな形が書いてあるのでこれをね掲載すれば OK 例えば自分が初音ミクのイラストを書いてね それをピクシブとかに投稿すると。そういった時の概要欄にね、このひな型を載せておけば OK と。で、X とか Twitter で投稿するときには、まあ自分のプロフランとかに極力書いておくのがいいと思う。それから 3DCG のモデルを自分で制作して無償配布すると。ダウンロード OK にするというときには、クリプトンフューチャーメディアが定めるキャラクター利用のガイドラインをお守りいただくことというような 追加で文言を書くということも書いてある。ほら、3G CG のモデルって、そういう CG のアプリに組み込んで、そしてそこからさらにほら、ダンスをさせる動画とか、キャプチャーを撮ってサムネイルするとかっていう、さらにそこから二次派生するわけじゃん。なので、こういう追加の文言が必要なんだよね。それから、単純にもう自分の鑑賞用自分の鑑賞用に、 例えば、初音ミクのイラストを描いて、アクリルスタンドを自分の発注のためだけに1個発注して、自分で買うっていうのは、これはも,うもちろん認められている。ただ、それをそのまま売るのは基本 NG。売り方がある。えー、反復だね。えー、要はお金はもらうんだけども、ほぼ実費のみ。まあ、利益はほぼ伴わないという売り方。で、これも基本的には対面販売。 同人イベントなどの対面販売がまずベースになって作られているライセンス。原材料費程度の支出を補うために必要最小限の対価を受け取り、当社キャラクターの二次創作物、自作のものに限りますを自ら小規模に配布することを言いますと。いわゆるこの販布と呼ばれるやつだね。それから非営利優勝サービス、非営利反則利用と。なので基本的には 利益が出ていないと、もう実費しかかかってないという時であっても、まあ優勝お金をね、えー、伴うという時には、非営利優勝販売、まあ反譜というジャンルをチェックすると OK。で、その際に彼らがね、やっぱりある程度把握するということで発行しているのがピアプロリンク。このピアプロリンクというのは、ピアプロがその商品の管理 ID として発行する、まあ、リンクのこと。なので、これ、 厳密には許諾ではないから、そこが注意。なんか、たまにピアプロリンクを取ってるので許諾されてますよ、みたいなくだりを掲載している二次創作ページとかもあるんだけど、それは間違いで、単なるこれは流通のための管理番号だから、許諾ではないところを注意しよう。逆に言うと、これを取ることで、ヒエールかつ優勝の利用。まあ、いわゆる同人イベントなどで、実費程度をもらって販売するということを言っている。 で、その時にピアプロリンクという管理する QR コードを付与されてそういう反布を行うと。具体的にはこう書かれている。原材料費程度の支出を補うために必要最小限の対価を受け取り、キャラクターの二次創作物、自作のものに限りますを自ら小規模に配布することを言いますと。だからやっぱり対面での同人イベントということを指してるわけだね。もちろん最近は ダウンロード販売とか拡大はされてるんだけども、ベースはね、こっから始まってる。なので、同人イベントで、初音ミクの二次創作物を、まあ、ほぼほぼ利益なし、実費程度で売るというときに、このピアプロリンクという申請をすると。じゃあ、このピアプロリンクってのは何かっていうと、申請をすると、申請書みたいな QR コードがもらえるんだよね。でその QR コードをちゃんと 同時イベントのその机とかにね、掲載して、見える場所に掲載して売ると。これで OK になるわけだね。ただこれ、注意したいのは、ピアプロリンクというのは許諾ではなくて、本当に申請書なんだよね。なので、たまにピアプロリンクを取ったから許可を受けてますというようなニュアンスでネット販売してる人もいるんだけども、それは残念ながら間違い。そう、単なる申請の証。さあ、それでもう明確に許可していないものについて見ていこう。 もう禁止してるもの。これはキャラクターのイメージを損なう利用。それから公序良俗に反する利用。それから公式製品と誤解を招くようなものなどなど。このあたりはまあ一般的な NG 対象だよね。で、その後、ね、さらに個別に契約をすれば OK になる。まあ原則 NG なんだけど、個別に契約をすれば OK っていうものも書いてある。まず基本法人はもうすべて許可が必要。 それから個人とか法人格のない団体。それが営利を目的とする利用。例えば実際に売るというわけじゃないんだけども、広告としてね、初音ミクのイラストが掲載されているという場合は、個人もしくは団体とかでも許可が必要。それから委託販売とか代理政策とかも許可が必要。 というように、ピアプロライセンスはものすごくわかりやすく具体的に書いてあるんだけども、基本的な考えとしては、通常の著作権と同じで全部許可が必要。だけども、同人イベントやそういった創作活動を後押しするために、一部、そういった同人活動の利用をベースに、権利が、利用範囲が広がられているという考え方。ここを忘れないようにしよう。 ハッシュタグ、クリエコ。では、具体的に見ていこう。まず、イラストなんだけども、まずはね、えー、この人を抜きには語れないよね。はい。イラストレーターの K さん。X のフォロワー8.9万人の初音ミクの公式イラストを描いたイラストレーターさん。いやー、もう、K さんはね、とにかくみんなフォローして、X。もうね、初音ミクの可愛いいイラストが、もう日々ね、投稿されている。うん。 本当ね、なんか見ているだけで幸せな気持ちになる。で、K さんは X のアカウント、あの、優勝アカウントにしてないんだよね。なので、本当に自分の二次創作の自己表現の活動として、まあ、初音ミクをね、今でも描き続けているということで、これはもう全然、ーフ。セーフまあ、ーフ中のセーフだよね。うん。では次、初音ミクの動画。まず、初音ミクの動画なんだけども、そもそも、 初音ミクの二次創作のイラストを使って、まあ、何か動画を作ると。歌歌わない別として、その二次創作のイラストを使って動画を作るということに関しては、実は無償であれば、無償の範囲であれば当然 OK は OK。で、気になるのは、その収益化プログラムだよね。YouTube やニコニコ動画といった収益化プログラムではそれは、 優勝利用になるのかっていうところだと思うんだけども、そもそもニコニコ動画のクリエイター奨励プログラムというのがあって、実はクリプトンフューチャーのその初音ミクは、その奨励プログラムにはもう当初から乗っかっていた。なので、ニコニコ動画で自分の書いた初音ミクを使った動画を配信する分には、実はもともとね、OK だった。だからニコニコ動画から、こう、ボーカロイドのカルチャーが出てきたっていう背景があるんだよね。逆を言えば YouTube は認められていなかった。ただ、 昨今の状況を鑑みて、クリプトンフューチャーも2021年に YouTube での投稿動画、つまり YouTube での収益化は解禁をしたということなんだね。なので、自分が描いた初音ミクのイラスト、それを使って自分が作った曲、自分が演奏した曲という動画をニコニコや YouTube で収益化しているチャンネルでも配信して OK と。 まあなったわけだね。なので、ぜひ、ニコニコ動画の、その、カゲローデイズのこの動画は、えー、ぜひ見てほしいな。そういう中で、紅白歌合戦でも歌われた千本桜は、結構ね、後になって出てきた曲なんだよね。そして、初音ミクをフューチャーして、自分が作った曲を、スポティファイなどで収益化したいという場合、それは、認められたディストリビューター、認められた配信プラットフォームを使えば、 OK。例えば、チューンコアジャパン。ボーカロイドについて対象としているボーカロイドを掲載しているページがあって、そこにもうしっかり初音ミクなどが書かれている。このように、ボーカロイドをちゃんと認めている配信プラットフォームで配信すると、ちゃんと権利者にもね、分配される仕組みができてるんだよね。なので、チューンコアジャパン以外でも、 対応ボーカロイドに関するページが必ずあるので、そこで初音ミクが書いてあれば、そのプラットフォームで配信すれば、ちゃんと利益分配がされるので、OK と。では、コスプレ。コスプレは、さっきも見たように、無償であれば、コスプレ来て活動することはもちろん OK。そして、初音ミクのコスプレイヤーとして世界的に人気な方が、この人。サヤ・スカーレットさん。もう超有名人で、世界中にファンがいる。 で、彼女のように自作でね、コスプレをして、初音ミクのコスプレをしてコスプレイベントに参加すると。これはもうそもそも活動として認められている。ただ、写真をね、撮るのに1枚いくらだよっていう風に優勝にしたらそれはアウトなんだけど、コスプレイベントで参加して、まあ無償で誰かに撮られるという分には全然 OK と。で、そのことをフューチャーして、いろんな会社からね、 え、オファーが来ると思うんだけども、そうした場合、当然会社の側がクリプトンにちゃんと許諾を取って、まあ仕事としてね、対価を得るということは当然、OK なわけだよね。では、ハンドメイドを見ていこう。ハンドメイドは、優勝販売するという前提だと、もう基本的に全部 NG なんだよね。あの、展示、ミンネとかの展示であっても、優勝販売における展示っていうのはやっぱりアウトなんだよね。 ピアプロライセンスで書いてあるのは非営利かつ無償の利用。この項目の中でフィギュア、人形、立体工作物の無償展示、無償配布は OK になっているので、販売をベースにしたサイトでいくら売っていないと言っても展示であったとしても、やっぱりこれ基本的に許可取らないとアウト。なので、 ピアプロリンク申請済みと書いてあって優勝販売してるものもあるんだけどそれももう明確にアウトなのでやっぱりクリエーマの方が若干そういうところはちゃんとパトロールがされてる印象ミンネの方がちょっとそういうアウトな案件が多い印象だねそう展示もねアウトなんだよね優勝販売をしてるのであれば展示であってもダメなんだよねそうだからやるんであれば インスタとかツイッター要は優勝販売を伴わない SNS でデモンストレーションとして、例えば初音ミクのね、ぬいぐるみを作りましたとか、そういうのは多分セーフ。二次創作として認められるはず。ただ、プロフィール欄にリンクとしてみんなのリンクを貼るとか、そこは多分グレーかな。まあ、ギリギリセーフかなっていうとこかな。なので、例えば初音ミクの ネンドロイドとかぬいぐるみに持たせる衣装とかそういうものも結局初音ミクを優勝の何かとして利用しているわけだからそれもやっぱりアウトなんだよね。なのでおそらくギリギリセーフなハンドメイド作品ということであれば初音ミクのあの印象的なエメラルドカラーあれをフューチャーしたアクセサリーはまあおそらく大丈夫。ただハッシュタグで初音ミクとか入れるとアウト。 ギリギリアウトだ気はする。初音ミクの、その、いわゆる色あの色について、何か色彩、デザイン、衣装登録というのは、特許庁の商標データベースにはないので、まあ、あの色をフューチャーして、まあ、見る人が見るとわかる。で、ハッシュタグ高本くんに初音ミクっていうくだりはないっていうところは、ま、多分ギリセーフかなと。なので、初音ミクに関しての二次創作グッズを販売したい。 という人、相性がいいのはやっぱりブースなんだよね。ピクシブという大手 SNS が運営しているブースというネット通販のプラットフォームがあって、ここには多くの初音ミク作品が販売されている。ではなぜ販売できるのかというと、先ほど言った実費程度の値付けで売られているからということになる。なので、例えばセーフな販売の仕方のクリエイターさんを紹介しよう。 三股月屋さん。三股さんは、初音ミクをフューチャーしたグッズをブースで販売しているんだけども、本当にね、売り方に、その、リスペクトや、初音ミク愛が溢れていて、これはね、本当、おすすめなブランド。概要欄にリンクを載せておくので、ぜひ見てほしい。例えばこちら、マジカル未来10周年、マフラータオル、1400円。で、多分、こういうグッズって、 オリジナルグッズ作成サイト、例えばスズリとかピクシブファクトリーとか、そういうオリジナルグッズを作ってくれるサイトがあって、そこを見るとだいたい原価ってもうわかるんだよね。で、多分この1400円はもうほぼほぼ利益ないはず。そして、先ほど言ったピアプロリンクの申請の QR コードもちゃんと貼ってある。さらには、ピアプロリンクの文言も貼ってある。さらに、概要欄で本当に参考になる下りがあるので紹介する。 利益を得ないためにもブースト。これおひねりだね。追加であの、クリエイターに支援するおひねりがブーストはできるんだけども、そのブーストはお控えいただきますようご協力お願いします。フリマアプリ等での転売、売買行為は禁止します。見つけ次第報告させていただきます。というくだりが書いてあるんだよね。いやー、だから本当ね、参考になる。なので、三股さんナイズされた初音ミクっていう、本当にね、独自のブランドになってるんだよね。どれもね、すごいオシャレ。なので、 ぜひ参考にしてほしい。それから、初音ミク関連のダウンロード販売。これも最近認められた権利。冒頭で言ったように、基本的には同人イベントで小規模での対面販売ということをから解禁され始めた権利の拡大なので、ダウンロード販売も比較的新しい。で、そういう意味では、ちゃんとマナーを守ってダウンロード販売する必要がある。 その時におすすめしたい売り方をしているクリエイターさんが、ライドレックスさん。こちらは初音ミクの 3D の 3D データを反布している。で、その反布の仕方が本当にお上手。こちらもブースで反布してるんだけども、無償版とオフセ版っていうのを反布してるんだよね。無償版は本当に無償だから、AD 目的じゃないから、もうそれは全然 OK だよね。で、オフセ版っていうのが2500円なんだけども、これは その基本的にね、無料版がある上で、あえてこっちを買うっていうことは、そのまあ実費程度としておせ、お布施をこのぐらいくださいというニュアンスに受け取れられるよね。そして当然概要欄にピアプロライセンスのコピーライトもちゃんと書いてあるし、そして禁止事項などもしっかり書いてある。こちらの販売ページも参考になると思うな。なので、ハンドメイドのぬいぐるみを ブースで売っている人もいるけども、まあまあ、実費程度と思われる、まあやっぱりね、根付けが、うん、多いかな。あとは、もちろんね、ピアプロリンクを申請してあるということだね。なので、無償販売や、営利目的でないイラストの公開とか、そういうところで、やっぱり、知名度を上げて、そして、よしんば、自分のブランドへ来てくれればいいな、ぐらいが、やっぱり、 うん。立ち位置としては炎上しない、炎上させないためのコツだろうな。なので、ピアプロライセンスは、現在の日本のサブカルチャー、二次創作文化の本当にベースになったライセンスなので、これをしっかり勉強しておくことは本当にいろんな二次創作において役立つので、ぜひとも原文をみんなチェックしてほしいと思う。なんだか、初音ミク、聞きたくなってきましたね。ミク様、ミク様。 ミク様ー、クリエイター、エコノミー、ニュース。はい、というわけで、アフタートークです。えー、我が家には二羽の小桜インコがいます。小桜インコというのは、まあ、セキインコよりもちょっと大型なんだけど、オカメインコよりはちょっと小ぶりっていうぐらいの大きさで、で、鳴き声はね、結構ギーギー系の鳴き声なんで、結構うるさいです。なんかピーピーとか、そういう綺麗な感じじゃない。<laughs> ただ、英語ではラブバードと言われているように、本当にね、人懐っこくて、普通にいつも肩に乗っかるぐらい人懐っこくて育てやすいインコです。寒さには弱いんだけども、暑さには比較的強くて、あと、四粉と呼ばれる、こう、羽を羽ばたかせた時に出る、まあ、赤みたいなものが比較的少ないっていうのもあって、やっぱり比較的育てやすいとは言われている。 オカメインコとかはね、結構ね、四粉のね、ほんと白い子なんかね、結構飛び散るんだよね。まあ、とはいえ、鳥なので、いろんなところでうーんもするし <laughs>、いろんなところに毛とかね、あと、ガリガリ噛んだ破片とかカスは飛び散るしね。あの、お掃除はもうもちろん大変なんだけど、まあ、その中では比較的育てやすい鳥とは言われている。ただ、喋りはあんましないかなと。うん、喋りもしない。赤線インコのようになんか住所を喋るとか、そういうのは、 ほぼほぼないかな。ごく稀にあるんだけど。あと、手名付け系もほぼほぼ無理かな。ネットだと、それっぽいことをしてる人はいるんだけど、多分ね、ごく稀だと思う。だから、かなり自由なんだけど、<laughs> 懐いてくれるっていう感じの鳥さんです。で、その小桜インコがうちには2羽いて、毎日、なるべく1時間から2時間、包丁といって、カゴから出して、まあ、ストレス発散をさせて、お世話をしてるという感じです。でもね、今日もね、 一話は出すとすぐに肩に乗ってきて自分のポジションにね、あの定位置にね、すぐにバタバタバタっていって、あとはね、ずっと包丁してる時もずっとそこで、その周りでもごもごしてるっていうちょっとね、あの引っ込み事案な人が一人。それからもう一人はむちゃくちゃおんばなんだけども、マイペース。<laughs> さっきも <laughs>。なんかドア開けておいでって言っても来ないんだよね。おいでって言っても首をね、ふん ってこうふにゃって <laughs> かしげるんだよね何言ってんのあんたんぐらいな感じで。そう。で、日によっては、出して、指を出した乗っかってくれるんだけど、むちゃくちゃ怒るんだよね。怒り方も羽をバタバタって開けて、もう明らかに怒ってるのがね、わ <laughs> かるぐらいで怒り方してて、ね、なんでそんな機嫌悪いんだって思うときもあるんだけど、本当ね、気分屋でね、あの感情表現豊かで面白い。ねあの、鳥って手塗り文鳥って、 とかいうように、こう、羽をクリッピング、羽を切って育てやすくするっていう買い方もあるんだけども、我が家ではそれしてない。なぜかというと、そういった怒った表現の時に羽をバタつかせるというように、やっぱり彼らにとっては自然なことなんだよね、それが。なので、我が家ではそういうことで、そう、クリッピングはしていない。なんかネット上で、テク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 可愛く遊んでる小桜インコは結構そのクリッピングをして、 まあ、実質飛べないようにしちゃってるのが多いんじゃないかな。あの可愛いんだけど、飛べなくするとやっぱり危険回避能力も下がるので意外とね。踏みつけ事故とかも意外とあったりするんだよね。というのもあって、我が家ではクリッピングをしていないうんだから大変よ。あの <laughs> お掃除とかむちゃくちゃ大変なんだけど、まあまああの賑やかにあの健やかに育っててくれてます。1回だけ大病気したことあるけど、それ以外は本当に健やかに育ってくれてるんで。 ありがたいですね。皆さんはどんなパートナーと、えー、過ごしていますかゆるいながらも一時ースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、カグアが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。毎日の収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報を発信していますので、ぜひ、フォロー登録よろしくお願いします。また、毎週月曜日はこんな感じで。 著作権のギリギリを攻めていこうというクリエーター支援企画をやっていますのでこんなテーマを取り上げてほしいこれはどうなのという質問皆さんどしどしお気軽にレター「ハッシュタグクリエコ」などなどご意見ください番組で是非とも取り上げさせていただきたいと思います慣れてくるとその取りい匂い香りが本当に癖になるんですよねというわけでまた今週1週間も頑張っていきましょう「ポッドキャストアワード」のみに俺はなるまた明日もこの部屋で待ってるぜ ではではバイバイ,バイ,バイ